ロビ8は、スタジオコメット制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2019年4月から6月まで ATX 他にて放送された。実験者19の国慶本、東海道中膝くりげを下敷きにした SF アニメ作品であり、原点の要素を取り入れた登場人物や地名などが登場する。GC0051、人類が宇宙人と、 惑星連邦を結成して半世紀今では気軽に宇宙旅行を楽しむ時代。ネオトキョでは惑星イセカンダルの広告が盛んに流れていた。ルポライターのロビーやアージは事故にあったり投資話に騙されたりと不運が続き借金取りから逃げ回る日々。ある日カバンをひったくられるがその場に居合わせたハッチ来たという若者に助けられ事なきを得る。 だが翌日、ハッチは借金取りのバイトとしてロビーの家に訪問。ロビー宅内での騒動の最中、さらに金融会社社長のヤンがあるとぐらを従えて、自ら取り立てとしてロビー宅前に迫る。ロビーは数年前から定住していた自宅兼宇宙船長屋ボイジャーを起動させ、ハッチを乗せたまま宇宙へ逃走。 ご利益があるとされる、伊セカンダルを目指す陳道中が始まった。八ッ北役の河本圭介、アロ役の木村昴、グラ役の徳止め之介による、ラジオ番組、ロビハチラジが、ラジオ大阪にて2019年4月6日より、毎週土曜23時30分から放送中。放送後は、ラジオクラウドでアーカイブ配信も実施される。ありがとうございます。